皆さんこんにちは、フロマスクです。本日はこちらのエリートデンジャラス挑戦していきたいと思うんですが、どうやら今日からですね、エリートデンジャラスホライズンという大規模 DLC ですね、そちらのベータ版が解禁されたみたいで、こちらは今ある惑星に降り立っていろいろと探索ができるようになるみたいです。まあなんか陸上操作用の車かな、それに乗っていろいろ探索とか、あとは敵基地を落としたりとかアイテムを拾ったりいろいろできるみたいですね。まあ実際どんな感じなのか生放送で挑戦していければと考えています。はい、で時間なんですが、本日の12月1日火曜日のだいたい今動画がアップされている19時半とか20時にはスタートしていると思います。ちょっとまだ折り方とかも全然わからないので、そこら辺でだいぶ時間かかりそうなので、もう早めにやっていこうと思います。はい、ということで以上、アフロマスクでした。皆さんこんにちは、アフロマスクです。今回はですね、最近始めた Twitch での生配信について説明したいと思います。はい、こちらですね、 Twitch という海外の、生配信専用サイトですね。生放送ストリーミング配信用サイトっていうのかな、日本でいうニコニコとか、あとはツイキャスかみたいな感じなんですが、ご存知の方も多いかと思うんですが、一応今アフロマスクはこちらのサイトを使って生放送ですね、実況の生放送を不定期で配信しています。一応今のところ3、4回ぐらいやったのかな。で今のところ特に問題なく見れているようなので、今後も結構こちらのツイッチでの生配信はやっていきたいと思います。でこちらなんですが、基本的にはサイトをツイッチとこれですね、ツイッチというふうに検索してもらえればすぐ出てくるかと思います。で入れば多分このまま日本語に変換されるはずですね。でツイッチはニコニコとかツイキャスのようにチャットでもやり取りができるんですが、チャットに参加するためにはこちらの登録ですね、このツイッチのアカウントを作らなきゃいけないので、こちらの登録からここですね、ユーザー名、まあ自分の好きなユーザー名ですね、アカウント名入れて、パスワード、生年月日と E メール入れて登録してもらえれば登録ができます。この動画の説明欄にもアフロマスクのツイッチのチャンネルの URL は書いてあるんですが、一応この検索でアフロマスクと打ってもこのような形ですね、出てきます。で一応過去に配信した動画もずっとではないですが、多分1ヶ月ぐらいは見れるんじゃないのかな、ある程度すると消されてしまうんですが見ることはできます。でこちら YouTube でも編集して配信していくので、見れない方でもいずれはご覧いただけるかと思います。まあ、チャットの方もアフロマスクプレイしながらスマホのアプリで、この Twitch のアプリですね、入れてあるので、そちらでいろいろとコメントは見れるので、まあコメントの意見とかアドバイスは結構採用というか参考にさせてもらいながらゲームを進める形になっています。そうですね、で一応 YouTube の動画の方にも Twitch が配信された時はこの YouTube の動画の左下の方かな、ここにちょこんと Twitch のマークのでマークが出て、なんか Twitch ストリーミングナウみたいな形で出てくるので、それをクリックしてもこう Twitch の生配信がご覧いただけます。それで一応
ツイッチ配信する際はツイッターですね、ツイッターの方でも告知するので、ぜひ皆さんツイッターの方もフォローですねしてもらえると、いろいろと情報発信はツイッターでも最近は徐々にやり始めているので、そちらでもご覧いただければと思います。はい、ということでアフロマスクからツイッチですねのお知らせでした。